はい、温泉のことでございます。おはようございますというところで、朝の時計でいきたいなと思うんですけれども、まずはですね、天気大丈夫ですか皆さんのところはというところで、もう自分のところももう、すごい風がとりあえずすごいですね。家がビュンビュン揺れてます。はい、皆さんのところはなんか雪もね、もうすごい降ってるところは降ってるみたいなので、どんな感じなのかなと。東京でも初雪が場所によっては観測されているようなんですけど、おそらく八王子とか高尾とかあっちの方なのかなというところで、23区内、ただ成田空港とかもね、結構みぞれみたいになってたので、千葉の方も一部なのかな。ただ明日は晴れ予想になっているんですけども、はい、皆さんの周り大丈夫でしょうか。すごい寒いんじゃないかなというような気がするんですけれども、どんな感じなんですかね。はい、平年よりも3週間遅く、初雪はでも平年より3週間遅いらしいですね、東京に関しては。最近降ってるかな、どうなんだろうな。はい、でちなみに、ただ明日だから急遽テレワークにする人も多いんですかね。はい、なんで外で暮らしてる動物とか大丈夫なのかなとかちょっと思ったんですけど、外で暮らしてる動物、猿とか強いのかな、どうなんですかね。はい、ちょっとね、そういうの気になっちゃいましたね。あとはやっぱ雪降っちゃうと都内はもう交通が混乱しちゃうんで、電車もそうですし、怪我する人もいっぱい増えるし、この辺がどうなのかなというところでございます。はい、まずは今日はね、天気気をつけながら過ごしていきましょう。はい、そのところなんですけども、今日は水曜日ということでお知らせが来るんではないかなと思うんですが、暦的にまだフェスまでは遠いので、1月挟むのか、ミニフェスみたいのをやって終わりなのかというところで、多分1月クラブゲームさん売り上げ過去一やばかったんじゃないかな、大丈夫だったのかな、ちょっと見てないから分かんないんですけど、ただ長フェス分とかもあったりするから、そうでもないんですかね、実際どうなのかなとちょっと思ったりもするんですけど、だって新キャラ使ってる人あんまいないですよね。だからその辺がどうなのかなと。でネクストドリームがただ言っても金曜日から来るのかどうかというところですかね。そこの辺が気になるところ、ネクドリどうなっちゃったんだろうなっていうところですかね。あとライさんのストーリーというよりは、まだゲーム内のストーリーはまだゴールデン23か伊川くんのところやってますもんね。まだ全然進んできてないので、ライさんまで来ちゃうとね、もう実際漫画の進みと、これはいいのかな、どうなんだろう、キャプツバのね、キャプツバマガジンの方もライジングさんから今度また変わるということみたいなので、またその辺の展開が気になる人も多いんじゃないでしょうかというところでございます。最後まで書き切っていけるのかな先生とかね、ちょっと最近思ったんですけども、最後の方が無理なので、このネクストドリームの方を、先生と、プロットを先生書いて、肉付けはクラブゲームスさんの方で先生と相談しながらやっていくみたいな感じですよね。はい、なのでここが正式なところの将来的な、その翼くんたちのその大人になった世界の話にはなるみたいなんですけども、ネクドリの方もね、もうちょっと充実した内容になってくるといいなと思うんですが、ちょっと若干薄っぺらいような気もしますし、その辺はどうなのかなと。逆にそっちにね、漫画の方、先生がプロット書いてくれるんだったら、その、ね、ゲームのキャラクター使っていっぱい話とか進めてくれるんだったら、そっちに課金してもいいんで、自分はちゃんときっちりネクストドリームの話を完結させてほしいなと思います。はい、翼くんはもうバルサのまま引退するのかどうか、美咲くんと翼くんは将来一緒になるのかどうかとかね、その辺もちょっと気になるんですけれども、皆さんはいかがでしょうかね、どうなんですかねその辺は。はい、さあ、また、特に気になるところでいくと、やっぱりマニュアルディフェンスがやっぱり日に日に、昨日も言ってるんですけど、上手くなってる方は本当に上手くなってきてるので、これをねちょっと一回こうどういう風にやっていくかっていうのは検討しなければいけないような感じですかね。はい、あとそうだ、もしかしたらなんですけど、ツイッター杯決勝戦いけるかな、ちょっとまだわかんないんですが、
新しいお知らせが決してツイッター杯決勝戦の終わったタイミングでできればいいなというところでちょっと動いていこうかなと思ったりもしております。はい、これはちょっとね楽しみにしていただければというところで、もしかしたら2個くらい同時に発表ができるかもしれないので、こちらの方をぜひ楽しみにしていただければいいなと思います。多くの方がまあおおってなってもらえるといいなと思うんですけど、やってみようかとかね、やってみるなっていただけるといいような感じもいたしますね。はい、なってみていただけるといいなと思っております。はい、うん、まあそんなところでしょうかね。あと、そんなにやっぱり大きなこう変化がないので、まあキャラクターの変化もないですし、うん、ゲーム内のね変化っていうのがあまりないんですけれども、ゴールデンコンビ X2 の方は、カゴタスが募集を、しておりまして、もうちょっとですかね。はい、どちらかというと毎日楽しみたい人、まあ、PVP というよりはゲーム楽しみたい人みたいな感じに多分進んでいくんじゃないかなと思います。はい、そしてゴルコンですね。ゴルコンもあと2名さん募集しております。はい、ゴルコンに関してはもう本当にオンライン好きな人がいいかなと、もうランクマーで負けでもランクマーみたいな人がいいかなと思っております。そうですね、メンバーの試合とかもねいっぱい見れますので、いろんなやり方、今までと違うやり方とかが覚えれるかなというような気がしますので、まあ、ちょっと興味あればぜひ DM いただければと、一緒にこう世界に向けて日々世界のプレイヤーさんに戦っていけるように、ね、練習一緒にしてくれる方、一緒に練習っていうか一緒にね情報交換しながらこうやってやるといいよとか、こうやったら成長できるんじゃないかみたいなねコミュニケーションしてくれる方とか、まあせっかくあれこのチャンネルの YouTube ありますので、そういうのにね積極的に出てくれる方など募集しております。はい、まあ、そんなところですか、ね、今日もちょっと短めなんですけど、大きなところのイベントがなくて雑談ばっかりになってしまうので、まあ、ちょっと短い時は短くパッと終わっていきたいなと思いますというところで、いつもご視聴ありがとうございます。皆さん、勇気大丈夫でしょうかというところで、ぜひお気をつけください。それではまた。